まあ、うんなんすげえ答えづれえわ、はい、アップルウォッチを YouTuber に触ってみた第2弾、第1弾は栄えある生きるレジェンドジェット大輔さんでした今回はなんとその生きるレジェンド栃木のレジェンド栃木のレジェンド浅川さんでございます。どうでしょう、あの初めて手にしてみましたけれど、はいはい、思ったより全然ちっちゃいんですね。私これ38ミリです。あの42ミリと38ミリがあって、あ、2種類あるんだ。そうそう、これ基本的に女性用と男性用とあるじゃないですか。あ、私はちっちゃい方です。これスポーツタイプのやつですね。スポーツタイプ一番安いやつです。でここがセンサーになってて、はい、心拍数とか、最近なんかほら入れ墨があるとなんかあれが測れないとかっていうのが、じゃあここにそれは聞いたことないですらしいですよ。本当ですか。ね、なんか入れ墨があるとセンサーが反応しないっていうね。どうですか、ダメかもしれないっつって。これ欲しいですか欲しいな5万円です。5万か、はい、あ、これ初めてこの画面を 見たけれど、はい、画面自体やっぱすごい綺麗ですね。画面は綺麗。ハスコラのメニューでしょハスコラ、このハスコラメニューがダメなんだよ、はい、どうですか。これ5万だったらお安いかも。欲しい、欲しくない、買う買わないで言うと買わない売ろうとしてないいや、してないです。今後アプローチに期待することは。あ、なるほど。あ、今後ね、はい、まあアプリの充実とかなんでしょうけど、 あ、 う、ね、あとやっぱバッテリー、バッテリーね、これだから2世3世が出てきてバッテリーが1週間とか持ってくれればちょっと欲しいなって思うかもしれないですけど、ね、今日私ここに来る間で 50% なくなっちゃった。省電力モードで。いや、省電力モードにはしてないです。省電力モードじゃないとじゃあ1日持たない、ね、はい、いや、もうまあ使い方にもよると思いますけど、浅川さん的にはいらないと。うーん、次に期待かな。次に期待わかりましたというわけで浅川さんアップルウォッチに触れるという、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。